吉田さん、インターネット無料やばいっすね。 YouTube や Google が無料なのはいいとして、インターネット通信回線が無料ってのは本当いいですね。まあ厳密に言えば家賃に含まれてるという解釈なんでしょうけども、どっちにしても格安で商売できてるじゃないですか。やっぱ商売道具が無限で無料ってのはいくらでも利益生まれると思うんですよね。これもだから儲かってるってことなんでしょうね、きっとね。経費がかからないっていうのは、利益が出ない時って経費を削減するのがいいって言いますからね。ちなみに今日から私にもね、新しい利回りが登場しました。これね、速稼塾に入って私の言う通りにやったら入る報酬なんですよ。だいたい5日間で5万円ね。これがチカンチカンチカンと入るんですよね。5日間で5万円っていいでしょ。5日ごとに5万円入ってくるんですよ。まあ5万円前後ですかね。4万数千だったり5万数千だったりするんですけども、その辺はちょっとこう為替の差が出ますけども、まあこれからね、下がることはあっても3万を切ることはないですね。5日、まあ、4万切ることはないな。でアッパーはね、これね10倍ぐらいになる可能性があるんですよね。でもちろん5日ごとに日本円にすればいいんで、そのたびにまあ税金徴収されるっていう感じですけどね、すごい世界だと思いますよ。以前はね、1日営業して5万円を切るような売り上げもありましたからね、店やってる時は。5万円を切る売り上げの時に家賃がだいたい100万円で30日でしょ。1日3万かかるわけですよ。で3人最低でも人がいたんで、1人1万円の人件費だとして経費6万かかるんですよね。で5万の売り上げ立たなかったら、私がバイト行ってもね賄えないぐらいの赤字が出るわけですよ。やってられるんですよね。いい時はね、1日でやっぱこう20万ぐらい売り上げたりしたんですけども、15万とか20万とかいったんですけどね。まあおごれるものは久しからずや。そうやって儲かってる時に浮かれて適当なことやってるから、もう知名度食らうわけですよ。はっきり言ってね、なんか感染症とかなくても私の店はなくなりました。まあ経費倒れです。完全に経費がゼロだったら少なくとも店は続いてましたね。ということで、やっぱり商売やってると固定費をどう抑えるかで、変動費にどう立ち向かっていくかってことが重要な課題になりますけども、圧倒的に粗利が高かったらあんまり経費って気にしなくてもいいんですよね。まあそれがインターネットの世界だと思います。もう儲かってしょうがないのはフリーエージェントスタイルも経費ゼロなんですよね。言ってみれば人がどう動くかだけなんで、人が動いてコンテンツ作ったらイコール人件費オンリーなんですよね。人件費だけ気にしてればいいんで、これはすごいことになりますよね、で今度投資になってくると、その利回りって原資がほとんどないような状態で出てくるんですよね。単純に持ってる現金をどこに置くかによって利益って変わってきますからね。今だでしょ、銀行に預けといたら逆に振込手数料でマイナスになっちゃいますからね。まあそういうことで経費をどんだけ抑えるか、インターネットの世界に行くと経費がかからずにいくらでも発信できる。発信ってのは要するに広告のことですよね。広告だったり商品をあちこちに置くこともできるし、商品作っても無料ですよね。これだから集客しても無料、商品作っても無料、セールスしても無料。どうやってこれ失敗するんですかね。失敗のしようがないと。しかも出勤もないというね、今日もこの狭い空間でやってますよ。たったこれだけの空間で。ということで、いってらっしゃい。